そうするとね、男の子ができるとね、ええ、その50人はね、ええ、失業するわけね。まあそう、こづっちチャンネルにいつも来てくれてありがとうございます。まあチャンネル登録してくれると皆さん幸せになると思うので、ぜひしてください。よろしくお願いします。江戸時代と言いますと、様々な話がありますが、よくわからないとされているのが大奥ではないでしょうか。うん、大奥の話はね、ええ、あの最近はもうテレビとかでね、ええ、テレビや映画で大奥の話、ええ、非常に多いから、ええ、だいたい見ない様子が分かってきてるんやけどね。ただその話は江戸時代末期の話らしいですね、ほぼ、うん、まあ結局いろんなその生き残りの人から話を聞いてるわけやから、ええ、で大奥っていうのはもともとその将軍の私生活やからね、ええ、そんなに誰もが知らんわけ。で秘伝やったらしいですね。うん、でそういうのはあんまり喋られへん、ええ、まあ明治維新になってからのことやわね、ええ、残ってる人が喋るようになったと。それもね、大名はね、江戸時代になるとね、うん、その江戸時代のことを懐かしむ人が多いのと、それから江戸時代はどんなやったか知りたいという人も多いからね、談話会言うてね、昔の生き残りの人をいろいろ集めてね、座談会やってね、同窓会みたいなもんやね。それの記録をね、本にしたようなものがいろいろある。そんないっぱいあるんですか。うん、でそういう中、そういうのはね、最初まあいろんな人に声かけるんやけどね、うん、ほとんど大名はOK せえへんだ。それはね、そうでしょう。うん、で目付屋とか奉行屋とかね、うん、与力屋とか同心屋とかそういうなんの古手がね、喋、うん、るんやけどね。うん、だけどだんだんそういう要求がきつなってくる。それから大名ももう昔とだいぶ変わってくるからね。うん、だから明治の終わりぐらいになってくると、そういうなんの話に応じる人がいっぱい出てくるようになってくるわけ。でも上の人も亡くなってるやろしね。うん、ほんでそやからね、三田村遠慮っていう交渉をする学者ではね、町の学者やな。よく聞いてございます。うん、この人は江戸時代のことを言うと、もうこの人の方がテレビの台本書く人やでもネタ本になるぐらいね、で全集も20巻ぐらいの全集が出ててね、その一巻に多くのことだけが書いてあるのがあるぐらいね、そんなにあるんですか。たっぷりと書いてあるんでね、それで大体まあ多くのことはよう分かるようになったんやけどね。だけどそういう本の中でね、田村遠慮の本やないんやけども、これは浅野長武っていう人が大名を集めてやった談話会の記録が、公暁将軍大名っていう本があるらしい。ああ、そうなんですか。これは僕、私この本探してんやけども、うん、まだよう見つけてへんで、結局他の本からの孫引きみたいなもんで、そういうあれやけど、なかなか面白い記事が出ててね、でそれは稲垣文雄っていう交渉家、これも学者ではないんやけども、そういう交渉続きの人の本の中に出てたんやと思うんだけど、今手元にその本がないんでちょっとはっきりしたことはよう言わんけども、でその浅野長武っていう広島藩の大名が呼びかけたんが、姫路の酒井忠政、それから福井の松平、それから薩摩の島津とかね、それから、有馬の久留米の有馬頼康っていう有馬家ですね、うん、有馬家、この人らを集めてねやった談話会の中のねトップにね、その久留米の有馬さんの話の中に面白いことが出ててね、でこれは私もびっくりしたんで、ちょっとその話をしようかと。なるほど。うん、それはね、有馬家には将軍家からお越し入れがあって、嫁さんが来たわけだな。なるほど。でまあ将軍家から言っても大体は将軍のほんまの子供じゃないよ、将軍の養女という格好で、まあ、といっても親戚筋ですね。うん、それから他のとこから、一応将軍家養女に来た格好にして、それをやるとほっとまあ将軍と直接のつながりができるわけやから。篤姫もそんな感じですかね。うん、そういうね、あの人もそうやね、うん、島津も。うん、でそういうな格好で有馬家に将軍家からお越し入れがあったわけやな。ええ、その時にね、お供が50人ついてきたっちゅう。あ、将軍家に。将軍家から。将軍家からね。うん、それは何する言ったら、その要するにその新しいその正妻になった人の身の回りの世話やとかいろんなことを全部その人らがやるんやな。ほんで大体その将軍家から嫁に来るとね、なかなか威張ってるっていうか、まあそれはプライド高いですよ。うん、それからプライド高いからね、なかなか大名家の家庭に馴染まんねんな。なかなか馴染まんでしょうな。そやけども男の子が子供ができると、途端にまあ奥さんらしになるんやな。なるほど、そりゃそうかもしれないね。うん、まあうん、
ほんでその結局男の子ができるまでの間をね、世話するためについてきてるわけ。将軍家。うん。ほんで男の子がちゃんとできると初めて正妻としてちゃんと収まったなっていうのを見届けて帰るわけ。帰るっていうかな。まあすぐに帰るってわけですね。うん。ほんとね、男の子ができるとね、その50人はね、失業するわけね。まあそうなりますよね。でそれで将軍家に戻るんですか？それは戻ったかどうかということは書いてなかったけど、うん、その中では失業するということが書いてある。失業、うん、ほんで失業すると困るから、男の子が生まれんように、そいつらがやってるのとちゃうかということがその大名が語ってるわけや、でそれが言い方が面白いね。ひねったか、あの一服盛られたか。あのね、この時代の子供って結構溶接してるじゃないですか。うん、で、例えば、オットセイ将軍も結構、子供が亡くなってるじゃないですか。はあ、それ何十人もおったけどね。うん、もしかして、いや、殺したか。なんかそういう可能性が高い。ほんで、実際にその、大名自身がね、そういう証言をしてるわけ。ということは、噂にあるぐらい実際あったってことですね。そう。それから、それがなかなか面白い話やなと思って。断崖、あの、そんなんは、他でもあんまり聞いたことないからね。ないですね。うん。それからちょっとその話を今日はちょっとしてみました。うん、なるほど、うん。なかなかね、これ、うん、まあこういう、あの、何系ですか？あの、篤姫。篤姫なくて、今の話は何系だったっけ？あ、これは久留米の、あの、有馬。有馬さんの殿様クラスでも、そういう事件が起きてたとするならば、これは大奥も同じようなことが起きても不思議ではない。うん、当然と思いますよ。そう考えると、吉宗なんてうまいことリストラしてますね。うん、なかなかね。うん。まあこの話が本当か嘘かを思うのは皆様次第です。うん、皆様、どう思いますか？まあ、こういう裏の話を考えると、歴史というのは面白い。時代劇の作者もちょっと交渉してみてはいかがでしょうか？うん、で、これも、その実際にね、その大名自身が語ってる話やからね。そうでしょ？うん。それからかなりの信憑性があるでしょ。ということは、結構死んでるなってことなんでしょうね。そうですね。うん、皆様、この話、真実だと思いますか？嘘だと思いますか？気になる方はコメント欄にお書きくださいませ。聞いてくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。